九段坂の図東京市長で震災復興長官の堀切千次郎の決断で削られた九段坂。後方に安国神社の鳥居。昭和初期コンクリート舗装された九段坂。手前に安国神社の祭り塔。昭和初期九段坂から神田方面を望む。左奥にニコライ堂と明治大学と金華尋常小学校。昭和初期球団は 東京都千代田区の町名、地域の名称。靖国神社、日本武道館、千鳥ヶ淵、旧江戸城、田安門、清水門、北の丸公園がある。本項目では、語源となった九段坂についても述べる。関東大震災後の帝都復興計画の中で、靖国通りが整備されたのに伴い、沿道地域を番町、藤見から分立させて、1933年に九段。 一から四丁目の町域を定めた。1966年、安国通り、内堀通りを境にして、町域を南北に分割し、現在の九段北一の四丁目及び九段南、一から四丁目となる。当初は麹町区、1947年からは千代田区に属する。現在も地元の町会は、南北合同で、九段町目町会として活動している。 町名の由来となった九段坂は、日本橋側から田安台に向けて続く道が、武蔵の段丘を上がるところに、旧僧の石段と、九段屋敷という幕府の御用屋敷が作られたことに由来する。道幅も広く、休憩者であったことから、江戸市中でも顕著な下町と山の手の境界であり、坂上からの展望が絶景であることから名所となった。明治維新以後、 坂上の幕府の馬場であった地帯を中心にして、東京召喚社が創建され、帝都東京の祝祭空間として繁栄を見せた。靖国神社の南側一帯が観楽街として、賑わったのに対し、北側には、千代田区立九段中等教育学校や、和洋九段女子中学校、高等学校、行政学園、白百合学園中学校、高等学校、三和田学園中学校、 高等学校などの歴史ある学校が数多く存在する文教地帯となっている。九段下九段上は行政地名として使用されたことはなく、市電、都電の停留署名として親しまれてきた。現在も駅名、バス停のほか、交差点名として採用されている。九段坂公園の常と明代江戸時代までは急走の階段となっており、徒歩でしか通行できない道であった。 明治以後、段差を排して坂道となったが、見上げるような休憩者であったため、荷車を上げることは相当困難であった。そこで、食い詰めた人々が、立ちんぼうと呼ばれる人足となって九段坂下で待ち受けており、荷車を押すことによって何がしかの報酬を得ていたという。市電を建設する際にも、当時の技術では、九段坂の休憩者に線路を付設することは不可能で、 堀端の牛が淵沿いに観光梅の専用軌道を設置して、ようやく電車を9段上まで通すことができた。九段坂のシンボルとなっている、常塔明大は、元は靖国神社入り口にあったが、震災復興計画による靖国通りの拡幅に伴い、通りの南側、多安門入口に設けられた九段坂公園の現在地に移された。旧地であれば、江戸城内堀を通して、 大手町方面を一望する位置にあり、東京湾から見えたという伝承もうなずける。ありがとうございます。